最近お忘れ物が非常に多くなってまいりました。何卒お忘れ物にご注意くださいませ。足元に荷物を置いてお買い物に熱中、あれやこれやと品定めの度が過ぎて、ついには買ったばかりの品まで忘れ物。デパートのお忘れ物コーナーには1日100件もの忘れ物が届けられ、特売場並みの大繁盛。品数の豊富さたるや売り場顔負けです。一方、海や山から帰る電車の中は遊び疲れて居眠りだらけ。電車が着いて慌てて降りれば、ここも忘れ物の名産地。これまた一日に2000件に上るというから驚きです。飯田橋の警視庁遺失物係には、こうした忘れ物が東京中から集められます。1年で100万を超す忘れ物、係員総出の整理は1日がかりの大仕事です。がっちり世相とは裏腹なこの膨大な忘れ物、探すよりも買い直すという消費時代の現れか。整理が済むと、これ専門の業者がやってきます。すぐ腐る生ものは食べられるうちに競売しなければなりません。たった1週間で中庭をうずめ尽くす自転車も、場所を取るために競売に付されます。主催者はれっきとした警視庁会計課。いくら買ったの？4000円かな。4000は高いじゃない、あんたに。24分だよ。じゃんけんぽい。あ、こんなかった。じゃんけんぽい。あれやな。でかい人出すから、あんた。この日の落札の最高値は17台占めて134,000円。お金に化けて白状な落とし主を待ち、自転車は新しい持ち主に引き取られていきます。駅の事務所には、今日も深刻な表情をした人がやってきます。現金がね、4万とね、23万手形とか、それから23万決めの手形、財布なんかなんですけどね。品物は出ても現金はほとんどが行方不明とか、ご用心ご用心。